楽器ですか、はいえー、今ドラムをちょっと…はぁ…あドラム…やって <laughs> ドラムやりたいなって思ってるってことですかそれとも練習も始めちゃってるんですかまあちょこちょこその…練習してる間に、うん…ちょこちょこ練習してるドラム大丈夫なのかなちょっと叩くのって大丈夫ですか大丈夫

oh no, no swing no swing ちょっとこれは興奮せずにはいられませんねいやこれ全くどんな質問が来るか本当にわからないのでこれはどんな気分ですかもう緊張やっぱりしちゃいました大丈夫かね超緊張しました超<緊>張<笑><笑>よくやったありがとうございます <laughs> でどんなことですか思い出に残ってる自分バンドを入れながらですね あの本当にリップサービスじゃなくて、ええ、ウォーラスが4人になってアルバムを出してあの活動する初ライブなんですよ、これがおめでとうございます、ね、で、みんな今日をすごく楽しみにしてましたし、はい、ウォーラスとしては今日がい番嬉しいんじゃないかなまさに今日皆さん記念すべき日ですよ、うん、歴史に残る日って言ってもいいかもしれないですよねそそううじじゃゃなないいのねそうじゃないです 切切れれててますかああ切れてないさあここまではですね、まあえー、サプライズでドラムも見せていただきましたし今度は俳優キム・ジェイクさんについてもねいろいろとお伺いしてみたいと思いますがさあジェイクさんはですねなんかこう私の見た作品の中ではすごくクールなイメージっていう感じの役が多かったかななんて思うんですけどもご自分でやっぱりこう役作りをする時に どんんなふうにこう役に役入るんですかあのその撮影をしてる最中はプライベートでもその役のままでいるタイプですかそれとも撮影が終わるとパッと切り替えて戻るタイプですかその作品のジャンルとかキャラクターによって違うんですけど今おっしゃった通りそのキャラクターみたいな感じでこう私生活も生きる時もあったらもうカメラがない時と回ってる時と回ってない時と。 あと変われる、役もあったりしますね、うんえー。あ、そうですか。例えば今おっしゃったように、はい、そのプライベートもそのキャラクターのままずっと引きずってた。っていう作品は、どの作品だったりしますか。アンティークですかね。ああ<ー>。だから。えっと、そういう意味じゃないかな。らそういう意味じゃないのね。<laughs> そういう意味じゃないかな。<laughs> 面白いですね。ジェイクさん。いやいや。<laughs> なんか期待したじゃなかったのに素で面白いんですねすごいですね最高でございますね今日はそういった意味でもね男性のお客様もちらほらとこうね見えてるような感じもあの老若男女みんなに愛される j u k さんというような感じだと思うんですけどもそうですかあの演技をする時に一番大切にしていることって何ですか ポリシーというか。うん、まあそのキャラクターの感情をこう上手に伝えることじゃないですかね。ああ、キャラクターの感情を上手に上手に伝える。上手に。今何ついてす。上手。司会者ですよね。一応アナウンサーなんですよ。アナウンサー。なんですよ一応。上手に、上手にね。失礼いたしました。はい、指摘されてしまいましたね。はい。 すいません何を喋ってたんでしたっけあそのキャラクターをね上手に伝えることが大事ということなんですけどそうですかやっぱり共演者さんとも仲良くするようにこう自分の方から結構積極的に行く方ですか話しかけたりとか昔はできなかったんですけど最近はちょっと自分から行こう、うん、行こうってあちょっと変わりましたねそういうとこえー、なんで変わったんですかそれはえっと、うん、だんだん年を取っていくからです <laughs> 深いですね。そうですよね。年を取っていくと、いろんなことを考えるようになりますからね。あ、そうなんだ。じゃあ、デビュー当時の自分と、そして今たくさんの作品を演じてきた俳優金城役として。何が一番成長したな、変わったな。っていうふうに思いますか。あんま変わってないですか。あ、あんま変わってないですか。あ、じゃあ、あ自分から積極的に、まあ、話すぐらい。まあ。それが。そういう、なんだろう。 ちっちゃいところはいろいろ変わったりしてるんですけど基本的にそんな変わってないんじゃないかなってそうなんですか、はい、なるほどね今後こんな役をやってみたいっていうのはありますかうん。悪い役悪い役、ね、悪い役もいろいろありますよ例えばこう 殺人犯になって逃亡している役とかもありますし人殺しもしてみたいです、ね、人殺しもしてみたい <laughs> ここだけを切り取るとちょっとねあのびっくりするような役であでもそういったのもなかなかカリスマ的な感じのね何かこう訳がありそうな後ろに何かバックグラウンドにいろいろなものを背負った殺人者みたいな感じでなんか楽しみだなっていうような、ね、感じもしますけどもねはてないですよみんな <laughs> <laughs> みんなやっぱり殺人者は嫌ですかいや いいそういうのもいいみたいですよね、いろんなジェイクさんをね、やっぱり見てみたいということですね、そうですか、共演してみたい方とか、いいらっしゃいますか<ー>い韓国の俳優さんでね、そうですね、まあ、1回やったんですけど、中ュ・ジュンさんとはまたやってみたい 忠司さんとはね、作品も一緒にされましたしあのすごく個人的にプライベートでもすごく仲がいいというふうにおお聞きしてますすけども。そうですね。えー、はい。お互い。互アンティークの時にはやっぱり、うん、今まで、まあ、今もそんなに成長しているのかわからないですけど、うん、もうちょっとうまく芝居ができるようになって、うん、潰したいです。<laughs> <laughs> 過激でございますけどいいですね、はい、この感じがね、はい、男同士のこういう感じ雰囲気いいですよね。大丈夫ですか、はい、ありがとうございました、ありがとうございました皆さん温かい拍手をお願いいたしますさて、私からそしてファンの皆さんからもね何名か質問をさせていただきましたがさあ2011年、新年明けましたけどもジェフさん、今年はどんな年にしたいなとうう思ってますか えっとまずウォーラスですね作品も作品なんですけどウォーラスとしての活動をちょっと頑張りたいなって思ってます、うん、具体的にウォーラスでどんな風に活動をしていくっていうのはもう決めてますかあんまり今決まっていることはないんですけど、ええ、やっぱり バンドなんでテレビよりはライブを中心に活動すると思います。あそうですか。はい、じゃあまたライブ情報決まりましたらぜひ教えていただいて私たちも行けるようにお願いしますね。はいはい、はい。頑張ってくださいね。頑張ります。ぜひ皆さんもオーラス応援お願いしたいと思います。 えさて、えー、この後ですね、えー、まだまだ、えー、ジェイクさんと、そしてウォーラスの皆さんの素敵な、えー、演奏なども皆さんにお届けしますので、一旦ここで次の準備に取り掛かっていただきたいと思います。金ジャイクさん、本当にありがとうございました。はい、大きな拍手でお送りください。